どうも、ともやんテニスチャンネルのともやんです。MJ です。はい。今回は、この前ね、はい、MJ と僕でダブルス組んで、はい、北山くんとチビナダルダブルスさせてもらいました。はい、あれちょっと負けちゃったんで、そうそう、ファイナルセットで負けちゃったんで、はいはい、次は MJ がチビナダルにシングルスで挑むという試合動画を撮りましたので、はい。はい、皆さんご覧ください。どうぞ。はい、では実況していきたいと思います。はい、お願いします。チビナダルからサーブですね。はい。はい。今曲がりますね。はい、左サーブ。ちゃんとミス。サーブ。左の人って結構、スライスサーブが取りにくいイメージなんですけど、左の人のスピンサーブって、どっちに来るか、ちょっと一瞬、前ちょっとほんま取りにくいんですよね。意外とセカンドサーブの方が取りにくかったですね。ラリーしてます。ただでも現役やし、ラリーが強いですよね。そうですね。チビナダルあれですね、ベースラインから離れないんですよね。中に入ってくることが多いですね。やっぱこれ現役の、そうですね。毎日球を打ってる。テンポが速いですよね。もともとさんかこれ。いやー、ランチューミス。もったいない。まあ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 。これも慎重で押していきたいですね。そうですね。もうサーブでちょっと押したかったんですけど、ダブルホールド。まさかのダブルホールド。序盤はちょっとこう、良くないですね。思い返してみたら、序盤はちょっとひどかったっすわ。様子を見てる暇もなかったね。テンポ早かったんで、いや、ちょっとなんかこっちも攻めだなと思いながらミス続けてしまった感じですね。焦っちゃうところが、01ラブ40。あとは、久しぶりにシングルしたっていうのもあります。思い出せてないですね、感覚を。シングルス久しぶりにやって、いつもダブルスやってたら、なんかこう、攻め急ぐよな。攻め急ぎますね。ダブルスって攻めるから、ラリーをするという。しかもラリー相手やっぱ現役やし、続くし、この日暑かったし、早く決めたい、終わらしたいってやっぱ思っちゃってミス増えますね。いい感じですね。これシングルスするとき、なんか気をつけることとかある？気をつけることですか？まあ正直この時はもうほんまに久々にシングルやったんで。思い出す、シングルの感覚を思い出さないといけないなって思ってたんですけど、まあシングル練習ちゃんとやって、シングルの試合とか出るってなったら、そうですね、まあ自分の得意パターンに持っていくようにしようとしますけどね。やっぱりパターンを持っとかんとね。そうですね。それがなかったら、同点と頼れるところがね、なくなっちゃうから。あとはさ、まあ、ダブルスもそうなんですけど、サーブリターンをしっかりしていかないといけないんですけど、これ取られたまずね、取られました。はい、0-3。 MJ どうした？やばいですね。サーブでちょっと押していきたいですね。巻き返したいんですけどね。この時チビナダルが何を持ってるんでしょうね。あれ、先輩こんなもんや左持ってるんですかね。テンポ速いんですよね。球も速いし、なんか必死に打ってんのにパンだもんな。やっぱり大丈夫ですかこれ。この試合大丈夫ですかこれ。やばいっすね。あ、でもまあまあまあ、ちょっとサーブ押せるようになってきましたね、これ。ちょろっとポイントさえ取れたら、流れをちょっと、大きいと入れるんですけどね。オーバーヒート。熱かったっすよ。ほんまに熱かったっすね。体力はもう確実に向こうの方が上ですから。年齢、練習量、すべてにおいて。平川がいいサーブ打ってきたけど、レシーブでした。いいリターン。ファーストサーブの方が、速いサーブ打ってくれる方が結構リターンしやすいんですよね。余計なことは考えなくて済むんで。パンパーンっていけるからさ。イランスライスをしましたね。そうでしたね、今のは。こういうことしたら。あれが練習してない感の、ちょっと逃げようとしちゃうんですよ。ちょっと一回落ち着いちゃうんですね。そうそうそう、自分の時間を作っちゃうんだ。これはラッキーラッキー。これでも生かしていかないですね。ちょっと MJ これあるんちゃいます？どうでしょう。まあこの辺りぐらいからちょっと思い出してきたかなって感じですかね。ちょっと慣れていた、はい、ミスしましたけど。本当ですか？ネットミスがめっちゃ多いんで、まあ多分なんすかね、ちょっと力入ってるんだと思います、まずいまずい、またテンポが速い。ネットすると落ち込むって鈴木孝夫選手やったかな、言ってたよね。ネットするってなんかもう完全に体はなんかタイミングとか合ってないってことですもんね。僕高校のコーチも言ってましたけど、ネットミスは一番やったらあかんって言ってましたからね。ネットばっかしてますけどね。この試合を恩師に見せたいですね。ネットが多いなあ。死ぬほど怒られるんでしょうね。あとファーストサーブの入りが悪いですね。えぐい。あと入ってますね。入ってました。なんか僕の感覚なんですけど、ファーストフラットサーブってなんかシングルスよりもダブルスの方がめっちゃ入る感じするんですよ。なんかなんとなく見え方かな、サービスの方とか。なんかダブルスの方がエースとか取れるイメージなんですけど、シングルってなんか、まあ取れるときは取れるんですけど、結構いいサーブいってもらう。シングルスの方がコート広いけど、リターンってダブルスの方がしやすいよな。そうですね。リターンもしやすいし、サーブもなんか、結構ラリーが。ちょっと続くようなできるようになってきましたね。慣れてきましたね。スコアに現れてきましたね。24 依然絶望的っていう。確かに終始攻められております。このゲームはでも欲しいな、25はもうな、取られたら。あるんちゃう？どこで？覚えてないな。結構前に取ったんだね。いいサーブ。左のフラット嫌ですね。左にとってあんまフラットサーブ対応しないじゃないですか。急に来るじゃないですか。しかもフォアに入るやつな。ありえん。これを一生やる。なんで？お、これこのむちゃくちゃラッキー、超ラッキーでした運まで持っているちょっと甘くなりました。よっああ、やっぱりあれですね、余計なことをしちゃいますね。やっぱりね、まずやっぱしっかり練習しないと、いいボール打った後のチャンスボールとかをちょっとこう落としちゃったりとか、落としてしまうんですよね。うん、で攻めれへんもんな、うん、そうなったら思い切ってなんかいけないんですよね。うん、変にこう繋いじゃったりしてやられるんですよね。だからほんまに球出しとかで同じボールをずっとやり続ける、10球でもいいですし、10球を何セットとかやるだけで感覚すごい戻ったりするから、球出しってやっぱ面白くないですけど大事です、大事やな、地味な練習な、もうほんまに社会人だとなかなかできないですもんね。でも40、50シングルスやっぱ練習しないと感覚がね、うん、いいしですよ、うん、今のクラスいいですね、いい感じでした、うん、コースもしっかり隠して、うん、よかった。3号 MJ からまだ分かりませんよ。ありますね、これ依然絶望的です僕はプロ使ってる時ですね、これ僕が。あ、お前なルールをさまよう前、そうっすね。これやっぱ左利きと戦う時って俺相手のバックをやっぱりよく狙うんやけど、うん、やっぱ同じこと考えてる。そうっすね、なんか相手のバックをまあ基本的には狙えますけど、うん、それでなんか変にミス多くなったりうまくいかんくなったらもう基本に忠実にやりますけどね、うん、クロスはクロス、打ち込むのを逆クロス、うん、自分の得意なコースでいきますけど、まあでもその中で相手の弱点を見つけるっていうのがやっぱ一番大事だもんな、ね、うん、おっ4号えさっき2号や1号やったか2号です、2号か、これはあるかもしれませんね。ちょっと思い出してきますよ心なしかミスもちょっと減ってきてる、うん、いや何より序盤よりやっぱラリーがちょっと増えてきましたね、うん、でチビナダルがちょっとこうありがたいミスが、うん、なんか暑いしこう試合も長引いたりしてしんどいと頭回んないじゃないですか。しかもこうやられてからテンポ速いし、確かにそういう時どうします？そういう時俺打てへんからもう根性だからつなぐですね。スライスでもいいからつなぐ。でもなんか、うんほんまに強いやつって、うん、ボコボコ打ってくる。打ってくる。あ、守ってたら、勝てへんわってなっちゃうじゃないですか。うん、そうなったらもう、しゃあないですか。いや、やっぱ、深さはやっぱ意識するけどな、うん、ボールの。まあまあ、攻められないボール。そう。低くするとか、深く打つとか、球のスピードがやっぱ体力がないときは出せへんから、やっぱり違うことで勝負しに行きたいから、うん、深さ、低さとかで、うん、何がするかね。喋ってるうちに5号。5号でやばいって言ってますよ、君ナダル。これあるんちゃいますか？どうなるんでしょう。いやー、攻めなくていい、粘ろう、みたいな欲が。まあでも調子がいい時はああいう攻めも入るんですけどね。うん、ちょっとためのなんか焦りだったな、などはどっか迷いながら攻めてるんですよね。余裕があんまないですね。あ、でもこういう粘りを入れたら、あ、でもいい返ししてきましたね。そうなんですよ、いい返しをしてくるんですよ。中入るのをもう待ってますからね。ナイスさあれあれフラットの方はやっぱでもこういう試合をしてたら、こういう相手とやってたら体力とかトレーニングって大事やなと思いますけどね。いるなと思いますけどね、勝つには。シングルをメインに試合回ったり試合出たりする人はもう絶対トレーニングとかした方がいいですけどね。テニス以外の時間の自分テニスに向き合う時間やんな、走るだったりとか。アウトか。頑張って走りました。もう体力ゲージにないようにしか見えないですけど、もうないっすね。はい、急いでますね。今の完全にもう勝ち急ぎというか決め急いでますよね。あんな深く打たなくていいのに粘るべきボールでしたもんね。この点が僕結構得意なんですよ、バッククロスに。それをもっと増やしたかったんですけどね。やっぱ一歩前に入れたらいけてますよね。それも逆クロスでよかったね。クロスじゃなくてよかった。はいはい、5-7ということで負けで、はい、結果 MJ5-7 で負けました。はい、また負けました。さっせん。現役強い。強かったっすよ。強かったよ、強かった。だって2号まで行って、そこから5-7になってるから、まあ、検討したと思いますよ。頑張ってないですか？頑張ったと思います、僕は。僕は頑張ったと思います。はい。まあ、でも、負けは負けなんで、まあ、また、北山君が砂浜言うかもしれないですけど、それだけはさせてください。それだけは。何か、これからトレーニングを積んで、まだまだ。僕に足りないのは、やっぱ、練習量ですね。練習量と、まあまあトレーニングと。MJ は練習量、トレーニング量が、むちゃくちゃこう、結果出てるような。そうですね。結構トレーニングとかしたら、調子良くなっていくんで。ってことなんで、めちゃくちゃトレーニングと練習します。するんすか？はい。シングルスあんまりしたくないんですけど。シングルスタンとダブルスタン。いやいや、ちょっと一緒にダブルスしてくださいよ。いや、ダブルスは一緒にやるよ。シングルスのタンと俺。しんど。まあまあ、シングルス練習できるときはするんで、頑張ってね、やっていこうと思いますので、これからも MJ のシングルスがあるかもしれない。はい。お楽しみに。では。